はい、どうも百均です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。電動水鉄砲、価格税込み770円の商品ですね。水鉄砲なんですけども、電池式ストレートタイプとスプレータイプを切り替える。飛距離が約 4.5m、 水容量約 280ml、使用するときは水平に使用してくださいという、まあ、注意書きがある電動式の水鉄砲ということですね。乾電池が、炭酸が別途2本必要ということです。カラーのタイプはブルーとホワイトという、まあ、2色あるらしくて、このね上からねの覗ける形で、一応ねブルーを買ってきたつもりです。店で見た時に多分これブルーだろうなと思った方を買ったんで、それで特に仕様に関してとか大きな注意書きは見当たらないので、まあ、早速こちらの方をね試してみようと思います。現物こんな感じの水鉄砲、形がねすごいかっこいい銃ですよね。銃としての見た目もいい感じなんですよ。で、水鉄砲ってね多分ね大体こうポンプこうガチャ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 する感じとかがあったり、まあただただこうトリガー引いたらこうピューっと水だけちょろちょろちょろって出る感じだと思うんですけど、これがこのね電動式っていうことで4メーターぐらいは水が出るということなんで、まあ実際にね試してみようかなとは思うんですけども、大きさなんですけどね、全長で約ね29センチ横幅、まあ高さがね約 16.5 ぐらいかな、まあ高さ、この高さね、はい、幅でいくと5センチぐらいですかねという感じのサイズ感になってます。で、水自体はこの先から出て、後ろ見るとここでねなんかこの切り替えのねレバーがあります。これ下にするとなんかスプレー、上に上げるとストレートみたいな感じみたいですね。で、あとまあここにねトリガーはこちらにありまして、これで水は出るらしい。で、あとは、電池ボックスがね、ここですね。このグリップの部分。だネジでね、2箇所止まってるんで、水を使うものなんでね、水が入らないように、しっかり固定されるような形にはなってるみたい。で、あと水は、ここかな？後ろ側。ここから水を補給する感じですね。まあちょっとこの電動型のやつね、電池と水を入れて、ちょっと試してみようかなと思います。とりあえず電池、まずボックス開けてみますね。電池ボックス、こう感じですね。はい。やっぱりここにね、ゴム製のね、パッキンがちゃんとついているので、まあ水の侵入をここで防いでくれる感じにはなってます。では、電池入れて、蓋して、水も入れてみて、ちょっと外の方にね、水を出しに撮影していってこようと思います。はい。じゃあ、外で水の方を出してみようと思います。まず今はね、ストレート、通常時ですね。これで打ってみようと思います。トリガーを引くとね。こんな感じですね。大体ここ、今のこの位置から木のとこまで届くかなぐらいです。で、音静かですね。モーター音も。押したらこう、連射するって感じ。で、水が出ます。今度はスプレーの方に切り替えてみます。そうすると、今度は、こういう、こんな感じですね。スプレータイプ。という感じで。まあ、こういうポンプのね、出さなくていいんで、それなりに勢いもありそうです、これ。で、ちょっと遊ぶとかにも面白いと思いますけどね。簡単で。ただ、さっき言ってた、これ水平にしてるんで飛びますけど、例えばこうやって上向けると、こんな感じで水出なくなっちゃうんで、打つときは絶対にまっすぐ。っていうことです。こういう感じね。もう水平にしないと出ないっていうのがちょっとまあ欠点ではあるかな。上に向かっては打てない。上とか下には。そういう時はやっぱ普通の銃の方が、普通の水鉄砲の方が使えるかもしれませんね。こんな感じです。という感じでね、今外で使ってみたんですけど、まあそこそこありますね。やっぱ4メーターぐらいかなっていうとこですね。飛距離としては。で、音もね、ノーターンも静かですし、
的当てとかに使うんだったら面白いかなと思う感じの、まあ、水鉄砲かなと思います。水をね抜くことができるっていうことで、中にね水が入っちゃったなって時に下に水抜きの線がついてるんですよ。普段はこう閉じておけばいいんですけど、ここに水抜きのね線が1個ついてるんですよ。このレバーを下げてあげれば、本体の隙間とかこの辺とかになんか溜まってるなーって感じた時でも水抜きができますということもありますので、まあまあ遊べる水鉄砲じゃないかなというふうに感じました。まあ2台あってね、打ち合いとかこれから夏に向かってはね遊べるんじゃないかなと。でそこそこね、あの勢いむちゃむちゃあるわけじゃないんですよ。ちょっとね今外がねあいにくの天気なんで、なかなかその的に当ててとかいうのがねできなかったんで、水の勢いみたいなのはね、そんなに強くはなかったです。ということで、今回こちらでね、電動水鉄砲っていうのを見つけたんで、気になって買ってみました。まあこれは、子供に限らずね、水遊びするときには遊べるんじゃないかなとは思いますね。ただまあ、外でも言ったんですけど、横に向けた状態、水平の状態じゃないと撃てないっていうのは欠点の一つかなとは思います。使用方法とかありますけども、電池入れて普通にね、しっかり固定してっていうぐらいで。まあ、プラスドライバーが必要という部分はあります。あとまあ、水鉄砲なんでね。まあ、ある程度ね、遊びの範囲で水鉄砲として使う分はいいと思いますが、まあ、むやみやたらとね、動物とか人とか、あとまあ、機械とかに向けて、水鉄砲をね、発射するのは禁止ということですね。それではご注意ください。で、あとはね、これ防水性はないです。外からの水ね、電池ボックスにまあ侵入しないような感じにはなってますが、そもそも防水ではないので、まあ、水没したりとか、そういったことに関してはしないように。で、水を入れるときにね、濡れた場合はとかは、まあ、ある程度拭き取ってあげるとか、うん、ある程度最低限のことは必要です。だからプールの中で、まあ、一応電池なんでね、お風呂とかプールとか、まあ、海とか、うん、そういうのにはあまり向いてはないと思います、うん、あくまでさっきみたいにね、こう山の中とか、まあ、それこそちょっとねお庭で遊ぶとか、そういったのに使うおもちゃかなというとこですね。まあちょっと普通の水鉄砲の方が扱いやすいかもしれないですけど、まあポンプアップとかが必要ないという点では使いやすいグッズかなとは思いました。こちらがジャンコードになりますね。水鉄砲、電動水鉄砲。まあ、こちら気になる方はダイソーの方で販売されております。ダイソーさんの商品ですので、在庫検索のアプリでね、ちょっとお近くの店舗気になる方は調べてください。さっき言ってたように、やっぱここにありますようにね、水平状態で使用してくださいということなんで、お気をつけください。ということで、今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。